だけ思うことがあって、あ、すいません、急に言わなかったけど。なんで笑ってんだっけ。バカげチャンネル。ポイティ。あ、たたた、横から。最近もね、あの SNS を見て、なんかすごい感化されてて、私今なんか、あ、むる最近思ったのが、なんか失恋したので髪バッサリ切りましたみたいな女で、その SNS に載っけてる人いるじゃないですか。なんか失恋、なんかまあ失恋とは言わずとも、なんかその意味ありげに、こう意味深にこうバッサリ切って、ここからが私のスタートみたいな。ここからがまた始まりですみたいな感じの雰囲気を醸し出しつつSNS 載ってる人いるじゃないですか。ああいうの憧れて。てかその、ほんとずっと髪切りたくって、成人式終わったら切るってずっと決めてたんですけど、うん、前からずっと、成人式まで伸ばそうって、その髪くくれるように、まあ、出るかどうかも決まってなかったけど、まあ一応伸ばしとこうかな、みたいな。伸ばしてて、でまあ、終わって、一段落したので、で、なんかそういう、なんか私もちょっと意味深な文とともに、ショートの画像を載せたら、え、あたけちゃんって実は恋してたの?みたいな。なんかそういう憶測範囲が出ないかな、みたいな。出るわけないんですけど。うん、ちょっと憧れちゃったので、今日は髪を切りに行ってきまーす。もうどれぐらい切るか決めたいんですけど、もう5年ぐらいずっと伸ばしてたから、嘘、ごめんね、5年前から伸ばしてただけじゃなくて、5年ぐらいは本当に、もう鎖骨より下、みたいな。切ってもこれぐらいだったので、楽しみなではありますよね。ねえ、何この飲み物。目指せ失恋吹っ切れ女ということで切ってくると思います。はい、ということで流行る気持ちを抑え、ぼっち美容院に無事到着しました。私はね、こういう髪にしてくださいみたいな、そういう要望を美容院さんに伝えるのがもう、絶望的に苦手なので、あらかじめ用意してた、おしめん様の、画像を見せまして、こんな感じにしてくださいって、言いました。まあ、でも髪が一緒になったところで、顔は似ないんで別に、近づくことはないんですけど、美容師さんにも同じこと思われてるのかなとか思いながら、まあ、言ったんですけど。バカげチャンネル。ポイティ。私、泣いて強くなる。ドヒャーえ、すごくない、え、ちょっと栗っぽいですか、甘栗剥いちゃいました感あります、え、すごい、え、似合ってるてか、お、水分をくれ、俺に水分をくれ、ちょっと待って、なんか、言い出せなくて、水くださいって店員さんたちが、美容師の方って本当に話せないんで、話しかけることはできないんで、マジでね、異次元の人間なんで、
無事に話しかけることができず、だから宿毛矯正とカラーとカットとトリートメントみたいな感じで4時間コースだったんです。私高速が4時間と15分、いや4時間と18分私ちゃんと見てきました。拘束されて、でもその間にもうトイレも行きたいわ、水分も必要だわ、でとっても大変、トイレぐらい行きようと思って思うかもしれませんが、本当にトイレとか言い出せないんで、ちょっとトイレ行ってきていいですかの一言も言えない、おしゃれ空間では絶対に言葉を発せられないので、4時間耐え抜き駅までダッシュしてしました。あ、さ、なんかシャンプー台をさ、こうシャンプー台にこう寝そべさせられてさ、寝そべるよう指示されてさ、こうなんかこう頭をこう拭くとかこう書くとかでこう揺さぶるときにこう体も揺れて、もうその振動でマジで漏れそうになって、もうずっとやめてくださいって思ってた。その数々の試練に耐え抜いたもう努力の結晶、巧妙の証がこれです。マジ頑張った。やばい、なんかもう失恋なんて、そういうなんか甘酸っぱい経験、失恋したみたいな経験なんて何年前でしょうか。あ、でも推しの俳優さんが結婚したとかではすごい、そういうのはすごくね、経験してるんですけど、実体の生身の実体のある人間に、人間と破局みたいなしたのはいつぶりでしょうか。いや、してないんですけど別にそのスタートラインにも立ってないんですけど、付き合うというね、すごく楽しい一日でした。なんか漫画さ、教育病院が初めてで、インスタで見て、なんかちょっと可愛い感じにこうボブ専門みたいな美容室にお願いしたんですけど、まあおしゃれな人ばっか、なんだよ、なんか最近減ったけどさ、なんかああいうとこに置いてあるおしゃれ雑誌、普段の雑誌とかラルムぐらい飲んでるの、そんなにこう手にしないんですけど、ああいうとこに積み上げられた雑誌って普段読まないけど、なんかちょっと読んでる風にペラペラって見るけど、そのペラペラのさ速度とか分かんなくてさ、でもそのなんかこの速度感でなんか普段読んでるか読んでないかバレてるんじゃないかみたいな、そういうの、美容師さんって結構そのなんかそこで見て、あ、こいつは読み慣れてない、この速度感、このペラペラしてる速度感を読み慣れてないから、多分こいつは今頑張って読んでるって思われてるんじゃないかとかすごい考えちゃうんで、最近のタブレットもそうですよ。タブレットもね、同様に後ろから覗けますからな。だから私はもうめちゃくちゃ、そういうものに一切手をつけず、自分のおのずと、各個人、マイン、スマホを、自分のスマホをひたすら4時間見続け、会話とかできないんで私、もう、めっちゃアニメオタクですっていう感じの雰囲気でもう、食い入るように見て、私はこれに集中してるんでっていう、人気で4時間乗り切りました。ポリティ5年ぶりぐらいにこれぐらいの長さにした。どうですか。はい、ということで、ぜひ皆さんもショートにしてみてください。あんまり言うこと分かんなくなって最近私の好きなゆで卵、ちょっと向こうの下すぎない、ちょっと待って、なんかさ、ほぼ私じゃない、なんか悪い意味で卵みたいな、いい意味、大丈夫、大丈夫だよね、なんか不安になってきたんだけど、かわいい、大丈夫。